じゃあこれからね、電源入れて操作動作チェックねしてみたいと思います。はい、ということで電源が入りました。それでセレクター、あー、これあれだね、他のスタンダードの機械と一緒だね。スタンダードの機械って47チャンネル機なのに20チャンネルしかデフォルトで表示されないんですよ。これさ、まあ、いらない人にとってはいらないからいいのかもしれないけど、ややこしくない？ですね、この上ボタンね、これを押しながら電源を入れます。そうすると、こっちね、はい、中継出てきます。FTH307 に限らず、スタンダードの47チャンネル機を買ったら、同じですので、これを覚えといてください。まあ、操作はもうこれでね、ボリュームで、あとはチャンネルセレクターになってて、できればね、IC4300L もそうなんだけど、一発で中継とシンプレックス切り替われるようになってほしいな。こうやってぐるぐるぐるってね、探すのはちょっと、めんどくさいかな。チャンネル47個あるからね。いくらこう、ね、高速にチャンネル変わっていくといっても、ちょっとめんどくさいかな。で、モードは？あ、モードを押すと、グループコードがかかるみたいですね。で、もう一回押すと火は？もう一回押すと、火はプラスグループモードかな。はい。こういった感じになってるみたいです。これ、どうやって、グループコード変えるの？ん？ああ。はい。なりましたね。グループコードの変え方は、モードをしながら、セレクトボタンですね。そうこうやって GP とグループって出てきたね。グループコードを変えることができるみたいです。はい。あとは、これどうやってスケルチ開くの？あれ？え？これあれだね。多分、うん。スケルチ強制的に開くボタンがない。それはね、スタンダードさんダメですよ。まあ僕らのフリーダーの使い方で当然ギリギリの更新の時にスケルチ開いてっていうのはあるけども、業務のシーンでもちょっと距離離れてきて、あ、なんかちょっと途切れて聞こえないっていう時あると思うんだよね。で、その時スケルチさえ開けばね、iCOM の 4300L だったらモニターボタンを押せば、とりあえずスケルチオープンにして相手の言ってることを聞き取ってね、業務続行できると思うんだけど、これなんかやり方あんのかな？ちょっとまず調べてみますけど、スケルチオープンにできないのはトランシーバーとしてどうかと思うよ。はい。スタンダードさん、次回ですね、これぜひ、マイナーチェンジとかするときはね、スケルチはオープンできるようにお願いします。はい。あとはセットモードで何が設定できるかだよね。モードを押しながら電源を入れると、セットモードに入るみたいですね。はい。外部マイクだけの音声、変調の深さとか調整できるみたいですね。それはいいよね。外部マイクつけると、やたら変調が深くなっちゃったりとか、することあるので、外部マイクだけ内部マイクと独立してボリューム設定ができるのはいいね。まあ、あとは定番のね、送信禁止とかピーポーンとかね、オートパワーセーブとかね、スケルチレベルとか、そういったことが調整できるみたいです。スケルチレベルは調整できるね。やっぱりスケルチオフってはない。作品見てもスケルチに関してはスケルチレベルの設定しかない。はい、まあ、次回またフィールドテストで試してみたいと思います。それじゃあ、中岡 HR420 ももすけでした。バイバーイ。
登録こういう感じ。